どうも、この動画では UFC300 の勝敗予想をしていこうかなと思います。いやね、UFC の記念大会ということでね、これいつあるんだったっけな、UFC300 は4月13、あ、まあ、日本時間だと4月14になるんですかね、多分うん。ということで、記念すべきね、なんでしょう。なんて言ったらいいんだ。まあ、記念すべき大会っすよね。 うん、まあカードからもまあそれを分かるっていうことで、プレリミューからね、すげえ豪華で、全試合ね、目が離せないよねっていう、そんな感じで。うん。でね、今ちょっとね、めちゃくちゃ花粉症で、すごい鼻声な気がするんですけど、今日。うん。そんな状態でね、取るなよって感じですけど、まあ取っちゃうよねっていうところで、まあ早速行きましょうか。でね、いつも USC の勝敗予想するときは、メインカードだけとか、まあ結構ね、手を抜いてるんですけど、 今回でもね、ちょっとプレリムから豪華すぎてね、うん、何試合行こうかなっていうところで、何試合だまあまあ行きますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。11試合分話しますね、うん。13試合あるのにね、11試合話すっていう。残り2試合頑張れへんかったんかって感じなんですけど、ちょっと頑張れなかったですね。はい。だからちょっと11試合の勝敗予想、それぞれ。 行くぜってことで、早速行きましょうか。まず1試合目が、デイブソン・フィゲイ・レイド、バーサスコーディー・ガーブラント。これも試合順確定なんかな動画撮ってんのは3月28日なんですけど、いきなりこれからなんですかねやばいな。<laughs> フィゲイ・レイドもガーブラントも言うて、もっとチャンピオンだぜ。そんなことがあるのかいフレイリムの1試合目に来るって。まあ、すごいよね。まあ、2人ともね、でも階級変えたり、 戻したたりみたいな感じで、まあ、フィゲイレードはもう36歳なんかでも前線からバンタム級に転向したんすかね、えー、にしても天級初戦のねあのロブホント戦やばかったよねめっちゃ強いなっていうフィジカルで全然負けないしでジャブの差し合いというかスタンドで完全に上回ってたしあんま組の展開はなかったっすけどまあでもそこでも盤石だしジャブがすげえ良かったっすよね でやっぱね、チャンピオンになるようなやつって、一回級を上げても全然通用するんだなっていう。なんか私のね、まあ素人目線ですけど、フィエレードなんかすごい余裕を持って戦ってるように見えて、ロボホント相手に。なんかいつでもフィニッシュしようと思えたら、できたようにも見えたんですよね。多少強引にはいかないといけないかなと思うんですけど、でもあえてせずに、バンタム級で自分がどれぐらい動けるのか、それを確認してるようにも見えましたよね。そんぐらい余裕があるように見えましたね、本当に。 いきなりロブホント相手にそれできんのがすごいですけどね。マジでチャンピオンなるようなやつは、生物としての格が違うんだなっていう。まあ、特に MMA なんてね、一階級5キロ以上とか違うんで、まあ、ボクシングとかキックボクシングとかの階級アップとはもうわけが違うじゃないですか。うん、3階級とか4階級分ぐらい違うわけなんでね、一階級が。ボクシングだったらだって 1. 点何キロしか変わんないとか全然ありますもんね。上の方に行けばね、あんまり変わんないですけど、あんまり変わんないというか上の方に行けばだんだん、 開いていてきますけどボクシングも。軽量級とかね、でも、1、2キロの世界とかじゃないですか。うんだからすごいよね、本当に。特にだって、56.7から61.2ですからね。やばいよね。うんボクシングで言うと、何キロなんだ ?56.7。スーパーバンタムぐらいスーパーバンタムフェザーぐらいから、どこぐらいまでなんだまあ、とにかくすごいよね、っていう。で、対するガーブラント。ガーブラントはね、 まあバンタムでディラショーにぶっ飛ばされて2回そこでちょっとまあ壊れちゃった感もありつつフライ級行ったりとかでまたバンタムに戻ってきてみたいなここにシェアはバンタムなんですかね一応連勝してますけど2連勝でも全然相手トップレベルじゃないからなで別に圧倒的に勝ってるわけでもないし最強でも結構レスリングもね混ぜるように変わっていってますよねうん元々はねもうボクシングとにかくボクシングみたいな感じでしたけど うーん、でも打たれ強さはもうないもんなマジで。これガーブラント厳しいでしょう。若さ的にはね、ガーブラントの方が結構若いっすけど、個ぐらい若いのかなこれでもどう転んでもフィゲイレード優位っすよね。ちょっと原料区から解放されたフィゲイレードはまだ底が知れんって感じで、うーん、マジで強いよね。これ KO するんじゃないかなもう2ランドぐらいでガーブラントの動き見切って、あの地盤の強打ぶち当ててフィニッシュするんじゃないかな。 この試合はね、KO 狙いでいくでしょうが、あの、フィゲイレードも。うんだこの試合、フィゲイレードの2ラウンド、KO 勝ち予想でいきます。で、続きまして、ジェイリン・ターナー、VS、ヘナーとモイカの、うん。まあ、ジェイリン・ターナーはね、特徴的な選手っすよね。すごいポテンシャルの塊というか、ザ・センス型のファイターみたいな印象が勝手にあって、まあ、努力ももちろんしてるんでしょうけど、でもそれ以上になんかもセンスがすごいなっていう。 前のボビー・グリーン KO した試合もね、とんでもなかったもんな。蹴りとパンチ鋭いし、めっちゃリーチあるし、めっちゃでかいし、スイッチしてくるし、嫌な選手っすよね。で、対するもうい,いかなこの男は激闘型というか、男って感じの試合をいつもしますよね。打撃うまいっすけどね、KO フィニッシュは一回しかないんじゃないかな、確か。もうそこら辺もね、なんかブラジリアンっぽいっすよね。ほぼバックチョークで決めてんのかな、フィニッシュは。うまいっすよね。 まあちゃんと打撃で相手削ってるからね、そら決まるよねって感じで。でこれどうなんすかね。モイカノはね、ケイター戦だったかな。あの時みたいにね、蹴りまくれれば面白いですけど、いかんせんターナーはね、距離が遠いんでね、細い手足ですけど、で、蹴りまくったらもちろん効いてくれるでしょうけど、蹴れるのかっていうね、距離で全然外される可能性あるし、まあ、下手に蹴ってもね、そこに合わせて、あの、打ち下ろしのパンチ、飛んでくる感じもするんで、 で組めればテイクダウンは取れそうですけど、もう組めるのか問題っすよね。で、ターナーはすごいムラがある感じがするんで、どう転ぶか分かんないんだよな。分かんないですけど、ターナーがね、本領発揮したらまあ、ぶっ飛ばすんじゃないかな、もうい,いかの、うん。前蹴りでちょっと腹効かされて、打ち下ろしの右とか当てられて、KO かな。この試合はジェイリン・ターナーの2ラウンド KO 勝ち予想でいきます。 続きましてソディックユササフバーサススエゴロペスいいマッチメイクっすよねうんロペスがねどこまでいけるのかっていうそんなマッチメイクというかね上まで行こうとこならユサフは超えるでしょうし超、まあ、えれないのかみたいなところっすよねでユサフはというとね前線はメインイベンターだったんですけどエジソン・バルボーザ大先生にねまさかの逆転負けを喫して一ランドめっちゃ効かしたんですけどねそこからまくられて え最後の方ではね、ハイキック、バックスピンキックみたいな、何やったっけ、バック、まあハイキック的なんで、なんか、まあ頭部効かされてね、やばかったよね、みたいな感じで。で、試合後に確かでも本人がね、ヨザキックを使ってたみたいなこと言ってましたよね。この蹴りはヨザキックって言うんだぜ、みたいな。で X で言っとった記憶がありますね。まあ負けたらあかんやんって感じですけどね。でも一回ね、そのロペスの方はというと、やっぱね、ディエゴ・ロペスは f o フとの試合が懐かしいっすよね。懐かしいというかまあ、 ね、印象的というか。かなり FLF F がやりづらそうに見えましたよね。なんかもう、下になることもいとわない寝技の仕掛けで、FLF F もねあ、きついな、みたいな感じに見えましたけどね。でもポジションは悪いんで、決められないと、そは判定だと負けるよね、みたいな感じの内容で負けたかなっていう。でも全然評価はね、落とさない試合だったというか、あれ、緊急オファーだったんじゃないかな。緊急オファーで FLF F っていうね、最悪の引きですけど、でもいい試合したんで、で、そっから連勝してるんか。 で、フィニッシュしてるし、動き見てもすげえいいんすよね。でもわからん。なんか不思議な男っすよね。てか、フェザー級は変なやつ多いっすよね。変なやつ多いんですけど、でもね、現在の頂点のトップリアとエフロエフっていう無敗のね、二人がいて。でね、ベテランのボルカノフスキーとフォロエっていう、かつての怪物王者が二人おると、ほんと層が厚い階級っすよね、フェザー級。パンドフォーパウンドの議論とかするなら、フェザーがやっぱ一番層厚い気がするな。 他にもだってオルテがー、ヤエル・ロドリゲス、アーノルド・アレンいるしでその下にもエメット、ミッチェル、チカゼとかもいるんでしょうやばいっしょこれフェザー級マジでそう暑いなうん。でこの試合はねでも序盤のそのユーサーフのね圧にロペスが耐え切れるかっすよねなんか一ラウンド超えたらねロペスが持っていく気がしますけどね結構打撃もしっかり振るしその割にねちゃんとガード上げてるしみたいなそんなディフェンス悪いわけでもないんで ユーサフのーのボクシングと圧力っすよね。そこに屈しないのか、屈するのかみたいなところ。あー、でもロペス持っていくんじゃないかな。なんか今の勢い的に。フィニッシュすんのかなフィニッシュは無理な気がするな。でもなんか一回ぐらいね、変な感じでダウンとか取ったりもしそうだな。でもユーサフが意地を見せて判定まで行ってみたいな。だからこの試合、で英語ゴ・ロペスの判定勝ち予想で行きます。で、続きまして、ホーリー・ホルム、バーサスケイラ・ハリソン。まあケイラ・ハリソン、といえばね、 ATT でおなじみというか、まあ、堀口教授とも仲いいみたいな感じの人っすよね、多分。なんか、何やったっけな。セクシャルモンスターでおなじみっすよね、確か。うん、堀口教授はセクシャルモンスターだって言ってる女性がケイラ・ハリソンっすよね、確か。違ったっけ合ってますよね。うん。ハリソンってでも、PFL でずっとライト級でやってましたよね。落とせるんかこれ。バンタム級契約っすよね、だってこれ。ほんまかいな。いけるんかいな。 まあでも身長173センチなら、まあ、女性なら落とせんこともないんかな。でもなんかすげえでかいイメージありますけどね、ケイラ・ハリソンって。なんか女性版のサトシみたいな、そんな骨格してる印象ですけどね。うん、なんか柔道のもともとすごいね、メダリストかなんかっすよね。うん、オリンピアンだと思うんですけど、これ落とせるんだったらとんでもないっすよね。新たな絶対王者誕生の予感というか。 で、その UFC デビュー戦を担当するのが、御年42歳。俺たちの、ホーリーホルム姉さんですよ。いや、誰や、おばあちゃんとか言ってるやつ。お姉さんや。うん。お姉さん。お姉さんというか、姉さんや。だいたい42歳でおばあちゃんなんて失礼だろう。全然抱けるよ、42歳なんて。てかね、浜崎彩香選手って、ホーリーホルムとね、同い年なんですね。びっくりしましたね。浜チャンプは若すぎますよね。ずっと綺麗ですもんね。 なんか初めて雷陣来た時からね、ハマチャンプは綺麗だなと思って見てますね。まあそれ置いといてね。まあホルム姉さんはね、打撃うまいっすけど、ケイラ・ハリソンのあの組の圧力半端じゃないっすからね。そんな打撃触れないでしょう。普通にこれはハリソンがどっかでテイクダウンして、パウンドでフィニッシュする予感しかしないな。うん、でもケイラ・ハリソンコンディション作れんのかなヘロヘロでなおかつキャッチウェイトとかになったらね、全然わかんないっすけど、 まあでもそこはね、作ってくると信じましょう。うだこの試合はケイラ・ハリソンの1ラウンド KO 勝ち予想でいきます。で続きまして、カルビン・ケイター VS アルジャミン・スターリング。久々のケイターとフェザー級初戦のスターリング。いやこんなんわからんよ。ケイターがね、もちろんコンスタントに試合やってくれたら予想もしやすいっすけど、今連敗中だし、で1年半ぶりの復帰戦だし、 でしかも前線は膝やっちゃっての TK 負けだったんかな。でもね、私のなんか勝手な理論があるんですけどね、うん。素人が語る理論ってね、マジで意味ないんですけど、意味ないんですけど、まあ、なんとなく見てて思うことがあって、まあ、見てて思うことはね、でも観察した結果なんで、もうそれが合ってる合ってないかは知らないですけど、なんかこんな感じかなってのが一つあって、それが階級上げるのはね、ストライキングが強い人の方が有利理論ってのがあってね、まあ、ストライカー有利理論ですよね。うん まあ階級上げるのって基本的にやっぱり、原力から解放されて、まあ、自分の本来のパフォーマンスをフルで発揮できるっていう、まあ、そういう目的で基本的にみんな行くじゃないですか。まあ、堀口教授みたいにね、全然適正じゃなくてもね <laughs>、うん、相手がいないから上に上がるみたいな、まあ、でもああいうのは結構稀で、やっぱ基本的にね、原力から解放されて、か、やることやりきったやつが上げるみたいな、まあ、どっちかだと思うんですよね。うん、で、スターリングに関しては、原力から解放されてみたいなところだと思うんですよ。 でもね、やっぱ、ストライカーの方がね、有利だと思うんですよね。うん、やっぱ、ちょうどいい体格でできるし、スタミナも持つし、なおかつ、下の階級から上がってきてる分、スピードでね、上回れるんですよね。上の階級の選手相手に。きれいで勝されるというか。一方、グラップラーだとね、どうなるかって考えてみると、そもそもフィジカルが通じない可能性があると、自分がでかくなりますけど、一回かげたら。でも、相手も当然でかいわけで、そこのアドバンテージがあんま、取れる部分が別にないんじゃないかしらっていうのは、私、思ってて。 だから、ストライカーの話で言うと、スピードとかキレで、まさる部分がまだあるんじゃないかしらと。で、一方、グラップラーは別に何もないんじゃないかしらってのがね、もうこれ強引なね、もう暴論でしかないんですけど。で、これ反論としてね、ストライカーの話で言うと、まあ、相手の出力も上がるんで、いくらお前がキレ上がっても、相手に一発当てられたらもう終わりやんみたいな。まあそう言われたらね、何も言い返せないんですけど、まだ、あ、単純にね、でもやっぱスピードとキレって打撃においてすごい大事じゃないですか。 だからこそ、まだストライカーの方が結構通用することって多いんじゃないかな、みたいな。うん。かつてのね、歴史を見ても、なんか思えるような気もするな、みたいな。ね。うん。だってグラップラーあんま別に回帰あげても、優位性持てる部分がないんじゃないかな、っていう。まあ知らないですけどね。もうこれ全部妄想の話なんで。で、これね、スターリングどうなんすかね。通用すんのかな、フェザー級で。 チャンピオンになるようなやつはね、上の階級でも通用するって、さっきフィゲイレイドの話で出したんでね。まあ、通用はすると思うんですけど、でもケイターはね、そんな簡単じゃないなって感じなんで、うん、簡単じゃないなって思うんですよ。やっぱレスリングも強いし、フィジカルも強いからな。スターリングのそのね、強みを全然潰す可能性もあって。うん、やっぱ、気が近いぜ。あいつと5ラウンドやり合ってた頃のケイターまで戻してるんだったら、全然勝ちそうだけどな。 やっぱケイターかな。お互い復帰戦ですよね、一応。うん。復帰戦というか再帰戦というか。まあいろいろあるでしょうけど、やっぱ打撃の圧。で、組まれてもケイターが裁くし、なんならケイターが上取る可能性も全然ありそうだし、これケイターかな。ケイターの判定勝ち予想。それでいきます。まあこれ八方塞がりになるね、スターリングが見られるかもしれないですよね。手ってね、大外しする可能性もあるよね。そうなると恥ずかしいよね。まあでもケイターでいいや。 で次、イリープロハウスか、バーサス・アレクサンダル・ラキッチ。俺たちのイリー。復帰戦やのにね、嫌な相手とやりますよね。まあ、UFC ってそういう舞台か。ラキッチか、カーフキック蹴られまくりそうだな。特にオーソドックスでね、構えたときは。でもラキッチはね、結構クリンチギアのディフェンスとか、徐々になんか甘い感じするんで、イリーならそこで肘とかぶち当てる気もするけどな。 あ難しいな。でも主導権は序盤ラキッチが握る気がするんですよねうん。やっぱ蹴られるんじゃないかな、すげえ。すげえ蹴られる気がするな。で、結局イリーはなんかもうどっかで強引に前出てって、ミラクルを起こすみたいな。なんかそのイメージが強いっすけどね。うんなんか変則的な打撃、肘とかバックハンドブローとか当てるんじゃないかなうん。そんな期待感がね、やっぱイリープロハウスかっていう男にはあるんで、この試合はイリーの3ラウンド、慶応勝ち予想でいっときます。 まあ、イリーってね、戦い方全然安定してないですけど、戦績は29勝4敗っていうね、すげえ安定感のある戦績をしてるっていうね、謎っすよね。普通に戦い方だけ見たらね、29勝20敗みたいな感じの戦い方してるのにね、おもろいっすよね。そりゃ人気出るよね。USC って本当に良かったよね。うん。まあ、イリーのね、手を勝ち予想にしときます。で、次が、ボーニッカル、バーサス、コーディーブランデージ。まあ、あこれはニッカルでしょうな。 おっつもとんでなないことになりそうレスリングエリートニッカル。やっぱレスリングある人は踏み込みもやばいんですかね。下半身のバネがもう半端ないというか、飛び込んでパンチ当てて、でいざとなってもね、組めばいいと。で、ブランデージュはね、戦績的にも、ファイトスタイル的にもきついんじゃないですかね。もちろん一発はあるんで、当たればわからないですけど、当たる前にもっと当てられて終わりそうな気がするな。まあ、このレベルでニッカルは負けないでしょう。 ボーニッカルの1ランド、KO 勝ち予想でいきますここ超えたらね、ランカートみたいっすね。で、次が、チャールズ・オリベイラ、バースス・アルマン・ツァルキャン。まあ、俺たちのチャーオリ対、ツァルキャンってことで。ツァルキャンってね、言いづらいよね、名前。うん、毎回噛んでるような気がする。二人ともね、前線はあの、ダリウ州を KO してますよね。まあ、ツァルキャンはね、ちょっと一ラウンド目のフィニッシュブロー。 あの狙いに行ったやつでそのまま終わっちゃったんで、あんま攻防はなかったっすけどね。まあでもサークリングしながらうまく戦ってましたよね。であれって膝じゃなくて、その次の右のパンチが物に当たって倒れた感じっすよね、多分。うん。まあ大体ああいう二段構えにされちゃうとね、その次の強打で終わることはちょいちょいありますよね。なんかよくハイキックで、右のパンチ出しながらね、右ハイ当てて KO みたいな結構あるじゃないですか。あれもそうっすよね。 一発目のなんか右ストレート警戒して避けたと思ったら次ハイキック来て当たるみたいな、うん。格闘技やっぱ二段構えされたらね、やっぱその第二の矢で打ち抜かれるみたいなことは往々にしてあるんでしょうね。そんな試合でしたよね。タルキャン対ダリウシの試合は。でまあどっちも強いしね、その中ででもこの試合を受けるオリベイラがかっこよすぎるよね。うん、前線だってね、誰もやりたくなかったあの当時のダリウシを引き受けて。 で、これまた今誰もやりたくない、サルキャンとやるっていうね。いや、かっこいいよね、オリベイラ、本当に。オリベイラといえばね、日本のキックボクシングもよく見てますよね。この前はなんか、ノイリ正明ーーが、まあ、K1 ね、やめるみたいな話があって、その時なんか、ノイリーの試合動画みたいな上がってて、X に。それになんか、チャオリがコメントしてましたからね。おいいな、みたいな。いいなというか、強えな、みたいななんか確か言ってた気がするんですけど。うん、でも今だとサルキャンがね、これフェイバリットなるんかな、やっぱ。 まあ確かになあ。これ、タルキャも全然ありそうだよな。でもまだ、チャオリとは格が違うっしょ、とも思いつつ。うーん、難しいよね。これ、ライト級のタイトル戦線どうなるんかな。次やっぱもう、ポイエがね、マカチェフとやるみたいな流れは結構できてますよね、なんか。うんお前かいって感じですけどね。うーんゲイジーでよかっただろうって思うんですけど。いや、後で話しますけど、マジでゲイジー対マカチェフでよかったし、マジでフォローェイ対トプリヤでよかった。 なんでその二人やらすんだよっていうのはすげえある。うん。で、まあ、ここ勝ったね、選手はまあ、次タイトルか、まあ、もしくはね、挑戦者決定戦みたいなのに進むんでしょうね。で、試合内容的にやっぱ組っていうか、スクランブルになればね、サルキャンの方が強いと思うんですよね。うん、チャオリはやっぱ結構下になるし、そんなレスリングがめっちゃ強いわけでもないと思うんで。ただ、スタンドの細かい打撃はやっぱチャオリに一日の長があるんで、そこがどうなんかなっていう。 うん、チャールズ・オリベイラはね、うん、下になったりとかせず、基本スタンド勝負に徹した方が勝率は高そうっすけどね。やっぱレパートリーとか打撃のキレとか、オリベイラだと思うんで。逆にチャルキャンはね、組に混ぜて、オリベイラを消耗させたいっすよね。うん、でも打流出戦見る限りね、チャルキャンスタンドでの戦いぶりもすげえ良かったんだよな。サークリングしながらね、うまくやってて、うん、あれも良かったよな。チャルキャンかな、これ。 前にねポイエイはまあサンデニっていう新たな風をね返り討ちにしましたけど今のツァルケンやっぱサンデニよりもやっぱ上にいるし乗り越えられるんじゃないかなオリベーラ好きだけどあツァルケンかな判定かなツァルケンの判定勝ちよそいきますで続きましてジャスティン・ゲイジ VS マックス・フォールエイいやー今となってはもうマジでこの試合やめてくれへんかな ホロウェイはもう直ちにやっぱフェザーに戻ってトプリアとやってほしいし、ホロウェイなら全然トプリアにも勝てると思うんだけどな。そんなことないのかな。で、ゲイジーもゲイジーでもマカチェフとやればええやんって感じだし、なんでこの二人やらすの本当に。お互いなんか嫌なカード引いてますよね。ゲイジーからしてもホロウェイなんて嫌な相手だし、ホロウェイからしてもゲイジーなんて嫌な相手だし、お互いボロボロなるでしょ、こんな。 特にフォロウェイなんて階級上げていきなりゲージとかね、無事に帰れるわけないやん、こんな危ないよ。階級差が出る試合になる気がするな。やっぱポイエのボクシングかいくぐって、ハイキックぶち当てるゲージに、フォロウェイが勝てんのかな仮に勝てたとしてもボロボロ不可避だよね。BMF BM ベルトがかかってるってことは、5ラウンドなんですかね、この試合。だとしたら余計きついっすよね、フォロウェイ。まずカーフキック、めっちゃ蹴られまくる気がするし、 フォロウェイはね、やっぱ徐々に相手削っていくタイプですけど、階級上の相手かつゲイジ相手に、そんな削りがちみたいな難しいんじゃないかな。これ、フォロウェイのキャリア初、KO 負けをね、目撃してしまう日になるかもしれないっすよね。とはいえまあ、ゲイジ目線で見てもね、フォロウェイ簡単にはフィニッシュできないと思うんだよな。そんなね、簡単じゃないっすよ、ホロウェイはやっぱ。うん。フェザーで一時代を築いた男はね、そんな簡単じゃないなって話なんで、今でもめっちゃ強いですし。 やっぱアレン戦とかね、コリアンゾンビ戦とか見ても、やっぱ強い。めちゃめちゃ強い。で、確かアレン戦かな。なんかサウスポーに構えたりしとかして、サークリングしながらすげえ上手に戦ってる試合があって、あれできればね、ゲイジーにも、ご覧のやり通して、勝つビジョンもちょっと見えますけど、いやーでもきついんじゃないかな、やっぱ。うん、圧で消耗するよね。アレン戦はね、まあ、動いてるっつっても、 何でしょうね、自分のペースでずっと戦えてましたけど、ゲイジー相手に自分のペースではずっと戦えないと思うんで、まあ、これゲイジー判定勝ちかないやーねうーん。まあ、楽しみですけどね、いざ始まれば、いざ始まれば楽しみなんですけど、でも二人とも,もっと見たいカードあったなってのも、あるよねっていうところっすよね。で次がジャンウェイリーバーサス・ヤンシャオナ。まさかのこれ中国人対決ですかすごいよね。どっちも打撃強い。 まあでもウェイリーは盤石ぶりが半端ないからな。生ユナスにはなぜか連敗してますけど、他の試合圧巻だもんな。トータルで強いし、フィニッシュしまくるし、マジで異次元。やっぱヤン・シャオナンも強いんですけど、ウェイリーにはやっぱ組でかなり劣りますよね。まあ、打撃はわからんすけど、殺傷能力もあるんですけど、でも前線ウェイリーはね、アマンダ・レモスっていうとんでもないストライカーを完封してるんで。ってなると、シャオナン姉さんきついんじゃないかな。やっぱヤン・シャオナンはね、 かつて、カーライス・パラザー姉さんに、パウンドでやられた、あの苦い記憶もありますしね。組で制圧される気がするな。この試合、ウェイリーの3ラウンド、KO 勝ち予想でいきます。で、メイン、アレックス・ペレイラ、バーサスジャマハール・ヒル。USC300 のメインがね、まさかこれになるとは、おまなんだ。ペレイラーでも持ってる男っすよね。マークレガーでもなく、ジョーンズでもなく、オマリーでもなく、ペレイラっていうね。 まあ当初の想定では、おそらくマクレガーの復帰戦かつメインにしようとしてたんじゃないですかね、USC も。ただ世の中そんなうまくいかんよねっていう。ペレイラ対ヒルになったと。どうなんだろうな、この試合。まあ、ペレイラ強いのは強いんですけど、ライトヘビー上げてからはね、やっぱそんなに盤石ではないというか、まあ、相手がやっぱ打撃をそんな警戒してはくれなくなりましたよね。ある程度は耐えれるっしょみたいな。なんかそんな風に見えますね。ま,あ、まだブラホビッチとイリーとしかやってないんですけど、ライトヘビー上げてから。 まあでも、イリーセ戦見る限りあれか、ライトヘビーでもあの天下の方を左フックはもう健在ですよね。でかいもんな、普通にペレイラ。むしろよくミドルまで落とせたなって感じだし、水抜きやりすぎたらね、すげえ打たれ弱くなるみたいな話もあるんで、逆に耐久性は上がってんのかな、ライトヘビー上がって。でもそんな打たれ強いイメージもないしな。キック時代の試合もね、まあ結構見たんすけど、ちょいちょいダウンするし、まあアデサーニョにもね、失神させられてましたもんね、2戦目は。 あでも結局殺傷能力やばすぎるんでね、関係ないよね。で、対するはヒル。ヒルさんはね、えー、イリーが確か、肩のえげつない怪我で、練習中になんかえげつない怪我して、返上したベルトを、まあ、俺たちのね、テイオと、テイシェラおじさんと争って、5ラウンド判定勝ちだったかなで、勝ち取ったものの、何やったっけな、バスケかなんか、スポーツやってる時プライベートで遊んでる時に、アキレス腱かなんかやっちゃって、 入り方式に乗っとってね、怪我したんで返上しますみたいな感じで。うん、そんな風にしたんですよね。まあ、どっかのジョーンズもね、見習えよと。アスピナルを正規王者にしてやってくれってね、私は思いますよ。暫定王座のベルト防衛なんて、濃すぎるぜ、マジで。うん、だってガーヌとか相手にね、防衛しないといけないわけでしょ。最悪だろ。で、まあね、ヘビー級の話はちょっと置いといて。まあ、今回、ペレイラ対ヒルで勝った方が多分、アンカライフと防衛戦やらされるんでしょうね。 うん、この後にアンカライフ待ってんのかって考えたら憂鬱でしかないですけどね、うん。本当にアンカライフが結局全部持っていく感じしかしないもんな。にしてもポール・クレイグはね、あのアンカライフに一本決めたことはね、一生自慢できるよね。で、昼にも KO 勝ちしてるし、やばいよね。まあ、どっちもなんか三角締めからの形でしたもんね。昼もなんか三角締めの形で逃げれへんくなってボコボコを殴って。 まあ決まってはなかったけど、うん、勝ちみたいな。まあ、でもその前の腕十字かなんかでそもそも腕行かれてたのか、ヒルは。うん、ポール・クレイグすごいよね。ヒルとアンカライフに勝ってるって。私やったら一生自慢しますけどね。地元にちっちゃめの飲食店やって、ひたすらそのヒル戦とアンカライフ戦流し続けますけどね、私なら。ああ、これ俺なんだよ、みたいな。うん、二人とものうちの USC 王者なんだよ。俺がぶっ飛ばしたんだけどね、みたいな。ずっと言いますけどね。でまあまだアンカレフはね、USC 王者なってないですけど、まあなるでしょう。 ペレイラもヒルもあんまアンカラエフに勝てるイメージはないもんな。っていうね、脱線が多いんですけど、どうなんですかね、これ。まあ、ペレイラかな。ペレイラはでもね、アデサーニャとの一戦目で見したあの、打撃でめっちゃ圧かけつつ、いきなりタックルいくあれ、もう一回やってほしいなうん。どのラウンドも終盤に毎回あれやればね、ポイント取れるんじゃないですかね。やっぱあんだけ打撃の圧かけられた状態だとね、タックル来られたらなかなか切れないでしょうし。 アデサーニャもね、びっくりしてたでしょうね。お前がタックルしてくるんかいっていうね、そんな顔してた気がするな。で、ヒル相手ならテイクダウンも取れる気もするけどな。あのライトヘビーに上げてるからな。難しいんかな。寝かしたところで別に何もないしね、ペレイラ。で、充実のスキルならまあ、ヒルの方が上でしょうし。まあでもペレイラもね、イリーに割とあっさりテイクダウン取られたところ見ると、レスリングでもそんな勝ってるわけではないもんな、多分。難しいな。 まだ昼もね、やっぱ打撃だと思うんで、基本。うん、基本やっぱ打撃なんで、お互いやっぱ打撃で行くしかないと思うんですよね。昼目線でこれどう勝つんかな、でも。あの、伸びるパンチ当たれば分からんけど、うーん、伸びるパンチ当てる前にペレイラの理不尽左フックが当たる気がするな。うんだこの試合はペレイラの2ラウンド、慶応勝ち予想でいきます。ということで、UFC300。超楽しみだよね、マジで。すごいよね、これ。こんなね、豪華な工を見れるの めちゃめちゃ楽しみだし、これ Unext で見れるんはほんと神だよね、うん。ほんと神だ。で、一応最後の3つがタイトルマッチなんかな。コランドかやっぱ、ゲージ対ホロエイも、うん。どの試合もでもフィニッシュ起こる気もするし、起こらない気もするよねっていうね。うん、で、他のカードもまあ全部楽しみだよね、マジで。マジで全部楽しみ。この日はもう一日中家にいるよね、もう多分。 あでも見終わった後はね、飲みに行きたいよね。飲みに行ってね、あの試合最高だったな、みたいなんね。そんな分かち合える相手はいるかって感じですけど、はい、いないですね。一人でだから、また感想動画多分撮ると思うんで。はい、そんな感じでじゃあ終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。